えー、これは俺の知り合いの、まあ、元芸人の話なんだけど、まあ、東京で何年も芸人やってたんだけども、まあ、目が出なくてもう地元に帰って就職することにしたんだけど群馬かなんかの田舎で実際こう実家帰っちゃうと、はい、なんか地元の友達にはこう東京出て芸人になるとか言っちゃった手前会いたくないし、はいはい、それと何よりこうふんぎりがつかないから。はい なんかしばらく一週間も二週間も家でうだうだゴロゴロしてたんだって。はい、でも、まあある日の夜中の一時ぐらいにガバッと目が覚めて、はい、このままじゃいけない。はい、ちゃんとやり直さないとダメ人間になっちゃう。はい、で、親がこう紹介してくれてる就職先とかもあるから、はい、明日、もう朝一でそこにこう履歴書持ってってちゃんと挨拶しよう。はい、で、ここで一旦寝ちゃうと、はい、また昼頃起きて、 明日がまた明後日になって次になってダラダラしちゃうから今日はもうこの場で履歴書書いちゃって夜が明けたらもうそのままあの足で行こうって決めて、はい、ただこう公式な書類だら写真とかがいるじゃん写真どうしようかなでいろいろ思い出してみたら商店街の外れに中学校の時の同級生の、はいまあ、斉藤くんっていうこの実家で田舎の大きなスーパー斉藤ストアって大きなスーパーがあって、はいはい そこの1階にあの3分間写真のコーナー自動販売機みたいな、はい、あの24時間ずっとつけっぱなしの、はい、あれがあったなっての思い出してとりあえず行ってみようって、はい、で夜中の商店街をとぼ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 歩いてるんだけど改めて久しぶりのこう地元の商店街を見てみると、はい、こうシャッター通りっていうか不況でもう閉めちゃってるお店とかもいっぱいあるし。はい 昔は結構ちゃんとこうきっぱなしになってるような看板があったりとか、それからこう自動販売機が光ってたりとか、アーケードもちゃんと蛍光灯が入ってたんだけど、もうなんか蛍光灯はこうついたり消えたりしてたりとか、もう電気もついてなかったりとかはもうなんか錆びれちゃって不気味な感じになっちゃってんだなと思いながら、まあこう先を急ぐわけ。でこう行けば行くほど商店街どんどん錆びれてくるのよ。でどんどん暗くなってって、やっと目的のそのサイトストア着いたら、 もう完全に閉店してて廃墟みたいになっちゃってるってうわ地元で一番でかい店だったのにこんなになっちゃ、真っ暗じゃないかよって思ってみたらその真っ暗の中にもその3分間写真はまだあるみたいでちょっと緑色の明かりがぼやっと光っててああいうか写真だけでも撮ってこうと思って近づいてったらそんな時間なのに中で誰か写真撮ってんだって。 カーテンが閉まってんうわこんな時間になんだよ3分間写真まあでも俺も思いついてきてるんだから、まあ、人のこと言えないなと思ってパッと見たらあのカーテン閉まってて足元だけ見えるじゃない3分間写真ってそしたら真っ赤なスカートの裾とそっから細くて白い足とあと真っ赤なハイヒールが見えるそれで女なんだ まだ待つしかねえなと思って、どっか座るとこねえかなと思うんだけど、まあベンチがあるわけでもないし、まあまあ真っ暗で気持ち悪いから、時間潰すっつって、で前向いたら、もうカーテン開いてて、誰もいないの。えぇさっきも、えぇまあもう写真撮るしかないから。で、中入って、カーテン閉めて。 であれ椅子の調整とかするじゃん高さ。はい、それでこうやってあっ大体これぐらいの高さなんだなって合わせて、はい、でこれで間違いないな。はい、でまああのコイン投入口にお金入れるともう撮影がオートで始まる、はい、でこのお金入れてさあって思うきに急に声が聞こえて「私綺麗になったでしょ私綺麗になったでしょ?」ってうわれて「はい、うわなんだよ?」と思って見たら今度はそのカーテンの向こう側にさっきの赤いハイヒールが見える。はい 何,何こいつって思うんだけどもうお金入れちゃってるからこれ何こいつのこの顔のまま映っちゃうじゃん。それじゃ金無駄になっちゃうからとりあえず我慢してこうやって前こうやって向き直ってんだけどずーっということでね私綺麗になったでしょおしゃれになったでしょ綺麗になったでしょって言うんだってうわ嫌だなと思うんだけどもうとりあえず履歴書の写真だから笑ってそのフラッシュが4回ぐらいパッ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 ってついて撮影終わってこの野郎と思ってバッと開けたらまた誰もいないんだ 見渡す限り真っ暗で何何あの女何なの?ちょ」っと来てんじゃねえのあの女」と思いながらその場離れたいんだけど古いタイプの3分間写真ってさすぐに写真が出てこないんだよね。なんか中で現像してんのか乾かしてんのかしばらく時間が経ったら出てくる。で表立って早く出てこないかなと思って見てたらコトンって写真出てきて。 さっき帰ると思パッと取ったところで、向こうの暗闇の方からさっきの声がするんだって。ねえ、私綺麗になったでしょ私おしゃれになったでしょ私綺麗になったでしょってもう、怖くしょうがなくて、もうダッシュでそのままうわーって走って、商店街のもう入り口のところにバーってたところで、向こうの方から車がっつって、で、急ブレーキかけた上にクラクション鳴らすんだって。なん、はい、だと思ったら、その中学校の時のすんごい仲良かった友達が乗ってて、はい、 もう怖かったからちょっとほっとしちゃって、うわぁ、久しぶりだなぁって、いや、お前こそ久しぶり、東京行ってたんだろ帰ってきた、帰ってきたんだよこの辺変わったろなんて会話始めて。で、あ、そう、変わったって言えばさ、あの、斎藤ストアってさ、あれ、潰れたのあ、お前知らないの結構な事件で、この辺すごい噂になったんで、ニュースも出たよ。お前全然知らんねん何何から話せばいいのかなあの、 中学校で同じクラスにさ、うん、吉田っていうさ、こんな太った女い,いたろ。ああ、うん、いたね。なんかあの、うん、陰気でほとんど喋らなくてさ、真面目で勉強ばっかりして、こう、メガネかけた。あ,あの、吉田がさ、斎、うん、藤に惚れたんだよね。で、斎藤もさ、女好きだからさ、かみさんいるのにさ、何回かやったらしいんだよ。うん、で、吉田真面目だからこうなっちゃったんだけど、 斉藤の神さんにバレちゃってもう結構な修羅場になっちゃったんだって、うん、それでまあ夫婦揃ってかなりひどいことを吉田に言ったらしいんでこれ噂なんだけど「豚だ」とか、ね「ブスだ」とか「うん、てめえは自分の顔を鏡で見たことあんのか」とか「うん、少しは洒落た服でも着てこいネズミ色の服ばっか着てや」うわ!」って言ったらまあどうやらその吉田が心の病気になっちゃったらしくてでしばらくこう。 家に閉じでもまあ斎藤の方はさかみさんの機嫌が治ってるから、うん、まあ平気な顔して働いてたんだけど、うん、1>, 1年ぐらい経った夏のすごい暑い日の昼間に規制を上げながらその吉田がその斎藤ストアに飛び込んできて、うん、その場でガソリン頭から買うって昇進してたっすよ。うんうん でそんなことが起きちゃったから、まあ当然店は客寄りつかなくなっちゃうし、そのサイトはかみさんに逃げられちゃうし、店潰れた上にサイトもいなくなっちゃったんだよ。そんな、そんなことあ,あ,あったんだ。俺、あの、サイトストアの、あの、俺、さっきあの、俺あの、サイトストアのあの、あの、赤いドレスのさ、なんか知ってんじゃん、赤いドレスだよ。う吉田真っ赤なドレス着て入ってきて、 頭からガソリンかぶって真っ赤に燃え上がってその場で死んだんだよ。<laughs> えぇと思ってパッてさっき掴んできた写真見たら自分の写真じゃないの。一個前に撮った写真なのよ。真っ黒焦げの女の顔がヨーンってってんの。<laughs>